シアトルの方でマイクロソフトとアマゾン本社行ってやってるんですけど、もうねそれとはね気にならないぐらいレベチなぐらい豪華な企業訪問用意しました。僕と石坂さんも一緒に行くんです。そうだね、石坂さんにも会えるチャンスないんですよこんなの12時間ぐらいじゃん、それだからしたらそれだけパッション持ってくださってるんですよ。留学兄さん K です。英語初心者はるかです。お久しぶりでございます。お久しぶりですねここの家で撮影自体がもう、ね、3ヶ月ぶりぐらいなんですけど、はい、久しぶりにもかかわらずすごく重大な発表を今日したいと思います、はい、なんとですね、はい、サンフランシスコで超豪華な企業訪問ツアーをやりたいと思います。イエーイ、すごい。毎年シアトルの方でマイクロソフトとアマゾン本社行ってやってるんですけど、もうねそれとはね気にならないぐらいレベチなぐらい豪華な企業訪問用意しました。何が違うかっていうのも後でご説明するんですけど、なんでサンフランシスコもやろうかと思ったかと言いますと、僕たちガーファンプランっていう、ね、ガーファンに行けるような人材を育てようっていうプランがあると思うんですけど、それを見てて思うこととして、そもそもそういう企業を目指している人たちはガーファンみたいな企業がそもそも何かよく分かってないっていう人が多いんじゃないかなっていうのをすごく僕は思ってるんです。もうキラキラ系でここを目指したらもうバラエの人生でフリーランチがあってもちろんそういう側面もあるんですけど、もっと中身をちゃんと見て肌で感じて直接そこで働いてる職員の人とコミュニケーションを取って、もっと解像度を上げてほしいなと。イメージだけで語ってほしくないって感じなのかな。もちろんです。もうだってそんなのでガファ企業行きたいですけど言ったらすぐ落とされますよ。秒ですよ秒。私みたいだねそういうことですよそこをちゃんと打破してもらった上で、まあ、それの一つの機会として、もうね多分他でこんなことやってる人見たことない。今回何をするかというと、概要説明しますね。8月21、22、23の3日間ですね、はい、の中でサンフランシスコに本社があったり支社も含めて、サンフランシスコといえばもうね分かりますよね、シリコンバレーですね。シリコンバレーですよ、もうテックの有名なシリコンバレー、まあ、ここの会社を3日間のうちに全部回りましょうと。その中でも今回すごいもうめちゃめちゃ豪華な企業集めました。どこに行くかというと、マイクロソフト、フェイスブック、まあメタですね今。すごいね、初だね、メタ初だね。初です。もうねメタなんかねなかなか行けないと思うし行けないよ、すごいよ。ソーシャルメディアの覇者ですよね、どんなオフィスを持ってるのか。じゃあ次にみんな大好き Google さん、憧れのあるフリーランチですよね有名な有名な。次に皆さんご存知かどうかわかんないですけど、次 LinkedIn っていうもうね海外ではみんなが知ってるようなビジネス系のソーシャルメディアですね。その次に Apple、企業には行かないんですけど社員さんとして来てくれるのが、あと Netflix、めっちゃすごい、めちゃめちゃすごいでしょもう一つがソニーのプレイステーションを作ってる方、へー、これも知りたいでしょ。すごいね、あらエンタメの覇者ですよここ。エンタメだね、楽しいね。こんだけ豪華な企業訪問もしくは社員さんとの交流っていうのをご用意いたしました。すごい、これはすごい。このね凄さが皆さんに伝わるかっていうのがねまた難しいんですけど、今回ね参加してもらうことによって3つ得られるものがあると思ってます。まあ、先ほどね言ったもう豪華な企業群ですよね。に1つ目、一気に豪華な企業群に訪問ができる。ないですよ、僕いろんなイベントを見てきたりとか僕も主催してきたりしましたけど、こんなに一気に、しかもただ単にビジターセンターじゃないですよ、一般の方が入れないところまで社員さんのところまで、はい、足を運べると。言ってしまえば本当に中まで見れるっていうのがパッケージになってると。ほんとないんですよこんなのなんでこれができるかっていうと僕と石坂さんの頑張ったよね、コネクションのね、コネクションですよ、うん、まあ、そういうのがあって今回実現した。でそれにまあ付帯して今回僕と石坂さんも一緒に行くんです、ね、そうだね、石坂さんにも会えるチャンスないんですよこんなのなかなかねお忙しい方だから。でも後で言いますけど、豪華なね民泊エアビーで、あ、そうだね、めちゃめちゃ豪華なところにみんな一気に泊まるんですよ。なので僕と石坂さんと朝まで話せる僕らのね睡眠が続く限りは朝まで質問攻めができるという、前回ねシアトルでもやったじゃん、うんうん、シアトルで、ね、もう豪華なエアビー借りてやったんですけど、うん、僕はもうね毎2日連続4時ぐらいまで喋ったの、ずっと喋った、すごい。100歩、ね、譲っても僕はあれとして、石坂さんとこんなに時間を使って朝まで話せるってすごいないっすよっていうのが、まあ1個目。で2つ目がシリコンバレーの本社、外資系の本社で働かれている数少ない日本人ですよ。目から鱗な経験をされてるわけですよ、いないんですよこんな経験されてる日本人の方。日本人全員集めさせていただいたっていうのがもう2つ目のメリットですよね。その日本人の方の経験もそうだし、あとはコネクションですよね。すごくもう助けたいって思ってくださってる日本人の方たちな
んで、あの全然コネクション作りますよと、何でも助けますよって言ってくださってるんですよね。そして最後に今回人数が実はですね8名までしか辞めないんです。僕と石坂さんがまあスタッフとして行って全部で10名の枠しかないんです。ちょっとね企業訪問する際のその制限があって、人数が多くなると入れなくなっちゃうんですよね。っていうのもあって8名まで行けるってとこもあって、かなり今回絞らさせていただきます。多分もうめちゃめちゃ応募が来ると思うんで、その中でもやる気のある人であったりとかポテンシャルの高い人を選びたいなと思ってるんですが、そこにできる横のつながりがありますよね。同学年であったりとか、まあ年の近い人たちとの横のつながりが作れるっていう、もう本当3つ目のメリットですよね。っていうのが今回皆さんに提供できるプランとなります。具体的にちょっと日程をお話していきます。8月21日からスタートになるんですけど、8月21日のだいたいですね昼過ぎ2時か3時ぐらいから考えてるんですけど、マイクロソフトオフィス、こっちは本社じゃないんですけどシリコンバレーも、シリコンバレーのオフィスでめちゃめちゃ大きいし、おしゃれなんですってのもあって、そこに行かさせてもらって、そこで働かれてる日本人の方との講演交流会ですね。長くなるので社員さんの、詳細はですね、申し込みフォームとかに載せておくので、そちらをぜひ見ていただけたらなと思いますけども、本当にもう前線で活躍されてる日本人の方ですね。その夜にですねエアビーに戻って豪華なそのご飯を食べるんですけど、初日はですね横のつながりっていうところで、まあ、僕と石坂さんももちろんね一緒のところに泊まるので、そこでガンガン質問攻めしていただいてもいいですし、横のつながりを作るっていう、もう豪華なディナーと一緒にですね。2日目、8月22日ですね、22日は朝から、まず Facebook、まあ、メタですね、メタさんに集合してオフィスツアーと、あとはそこでエンジニアとして働かれている方ですねに、キャリアセッションとかもしてもらおうと思っています。昼からですね車で移動して、Google さんで同じくオフィスツアーと、キャリアセッションと交流会っていうのをやった後に、2日目の夜ですね Airbnb に戻って、そこでディナーをしながら Netflix の社員と、ここに来てくれるんだ、そうです、すごい、そして、ソニーの、プレイステーションを作ってくださってる方、豪華なエンタメナイトですよ。すごい、めちゃめちゃいいでしょ。会社はね、あのネットフリックスさんとかめちゃめちゃ厳しいんですよ。あ、入れないんだね。入れないんです。僕が出向きますよって言っていただいて、すごい、まあ、ネットフリックスとプレイステーションですよね。義務時間外じゃん、彼らからしたら。それだけパッション持ってくださってるんですよ。で、最終日3日目ですね。3日目が、朝からですね、今度リンクトインオフィス、リンクトインのオフィスに行って、石坂さん実は今リンクトインで働いてるんですけど、石坂さんとあともう一人の社員の方ですねにオフィスツアーと、あとは、講演会、交流会させていただく。そして最後の、会社さんがアップル、皆さん大好き最後の締めにかっこいいね、アップルで。まずアップルのとこに行く前にですね、アップル社員の方、実は、ね、アップルもめちゃめちゃコンプラ厳しいんです。情報統制が厳しいんで、まずですねアップル社員の方の自宅ですねのラウンジがあるんで、すごいラウンジで交流会。その方もね、もうねストアのデザイン戦略をやられてる方、アップルはめっちゃおしゃれだもんね、あれめちゃめちゃもう凝ってんの、あそこの話であったりとか、もう本当キャリア豊富なんで、まあ皆さんそうなんですけど、マーケティング戦略やられてる方ですけど、マーケティングのお話が聞けたりとか、でその後にアップルドームですね、アップルパークって言われるところですね、めっちゃいいな、行けるんで、まあそこに行った後に10時間も挟んで最後、またエアビーでディナーしながら、まあ僕らと話しながらでもいいですけど、泊まってから次の日に解散するっていう形で3日間、すごい超豪華です。豪華だね。で先ほども言ったように残念ながら、ですね、全部で8名の枠しかないんです。でもうね超赤字なんです。下げていきます。めちゃめちゃ赤字なんです。で今回そのね参加費ってところでも皆さんに、もちろんご負担していただく必要があるんですけど、今回ちょっと人数が限られてるっていうのもあって、最低$1,000、日本円にすると今16万ぐらいかな、フォームの中にちょっと今回はオークション形式にしたいと思ってます。もう行きたい人が殺到すると思うんで、オークション形式で僕ならこれぐらい出しますっていう金額を書いていただきたいんです。で最低$1,000です。今回のその参加費に含まれる中身は、まあ、運営費ですね、運営でかかるコストと、次にですね宿泊費、すごく豪華な Airbnb ですね、3日分の宿泊費と、あとは移動、今回もう全部車で移動しようと思ってます。その時に、運転する、まあ、レンタカーですよね、あとは、食事代、ほとんどの食事をもう僕らが提供しようと思っているので、その食事代合わせて$1,000だから全然高くないんです。これで高いって言ったらもうねごめんなさいですけどって感じなんですけど、殺到するってのは分かってるんで、もうオークション形式でこれぐらいなら出したいですっていうのと、どういう風に僕らは選ぶかっていうと、お金だけじゃないです。もう一個、申し込みフォームの中に思いであったりとか、なんで参加したいんですかっていうところのちょっと書いていただこうかなと思ってます。でそれのポテンシャルとか、まあ、金額はもちろん総合的にですけど見た上で決めようかなと思っております。なので本当に、今回はやる気があってポテンシャルが高い人が集まってくるっていうのもそうですし、まあ、僕と石坂さんとの時間もそうですし、日本人の、働かれてる方たちのコネクションもそうですし、本当にねプライスレスなものが揃ってるんで、ぜひですね皆さん検討していただいて、皆さんのご応募お待ちしてます。ちなみにさっきの参加費の中に飛行機代は含まれてません。ここはちょっと注意しないといけない、はい、来る場所によって違うんで、先ほどは宿泊費と、サンフラン
シスコの中での移動費と食事ですね、渡航費はちょっとそれぞれ皆さんに負担していただく必要があります。なので7月26日の金曜日11時59分までにお声掛けいただいて申し込みを出していただいて、本当に数日以内にもうどなたかっていうのを決めたいなと思っております。本当に力入れて石坂さんとだいぶもうね時間重ねて何回もミーティング重ねて作ったイベントですし、本当こんなイベント他にないんで、ぜひ振るってご応募いただけたら嬉しいなと思います。この動画がテンション上がったって方はぜひいいねチャンネル登録、あと通知ボタンですね、ぜひよろしくお願いします。あと概要欄に SNS も貼ってますので、よかったらフォローしていただければ嬉しいです。気軽にコメントもしてください。じゃあ今回はこの辺で、またね。また見てね。コスパ最強 BYU 留学のご紹介です。BYU は大手企業への就職、格安な留学費用、英語初心者でも始められる留学です。ぜひ詳細は概要欄から確認ください。